山田です。はい、本日はですね、木曜日でございます。本日からですね、ポケモン GO、情熱のヒーローイベントですね。はい、こちらバーラー、はい、赤チームのイベントが、スタートいたしました。まあ、こちらのイベントですよね。またですね、まあ、黄色も青も同じだったんですけども、限定コスチュームのポケモンが、1匹だけですね、はい、入手できるんですけれども、なんか正直内容的にね、そんなにこうボリューミーなイベントではないので、まあ、まったりやろうかなと思ったんですけども、なんか始まってみたらですね、今日ナイアンティックさんの SNS の方ですね、でですね、2つほど発表があったので、それについてですね、まあ、ちょっとね、まあ、ロケしながら、説明していこうかなと思うんですけども、まずはですね、本日はですね、メガカイロスですね、これの実装日でございますので、メガカイロスまずはちょっとやっていきましょう。はい、メガカイロスいたけどゼロ人か、やっぱ割れたてじゃないと厳しいみたいですね。まあ、この後ですね、20分ほど待ったらですね、割れる、目があったんで、まあ、そちらを待ちますか。それまではですね、ちょっと今回のイベントの、まあ、なんていうんですか、切り替わったところとか、あとはさっきお話ししていたやつですね、はい、SNS をちょっとご覧いただいてない方で、それ把握しなかったなっていう方いるかもしれませんので、新しい情報、新情報についてね、お話ししようと思います。はい、今回の情熱のヒーローイベントですよね。タイムチャレンジとスペシャルリサーチがございます。タイムチャレンジはこちらですね、ポケモン10回強化する、ポケモンを5匹捕まえる、グレートする5回、ゴールを決断したパトーバトル3回、そして情熱のヒーローイベントのスペシャルリサーチもありまして、こちらはですね、ポケモンを15匹捕まえる、ポケモンを捕まえた時にキノコに、15個使う、ポケモンを5回強化するとなっております。そんな、2つのチャレンジですよね。まず、タイムチャレンジの方をクリアしたものがこちらになります。そして、スペシャルリサーチをクリアしたものがこちらになりますはい、終わらせてきました。今回もすごく簡単だったので、もう来る道中で終わらせてきましたね。はい、ということで、おそらくですね、こっちがですね、リワードでポケモンがいるのでね、はい、今回の限定コスチュームのポニータちゃんなんだと思います。どうでしょうか、姿見せてください。違ったあ、そっか、他のやつも何ページか進めた後だったか。はい、完全に勘違いしましたね。まあまあまあ、人影高個体値ゲットだぜと。よいしょ。ね、次はなんだ。はい、私は準備 OK よ。なんかね、そう、燃え尽きちゃったよみたいなことを言ってたんですよ。おお、で、燃え尽きちゃってバトルちょっともう一回やろうかみたいな、そういう感じなんだろうね。効果抜群のスペシャルアタック、あ、ていうかこれさっきさ、情熱のヒーローの右側数字なかったから1ページで今回は終わりなんだって勘違いしてました。はい、大変失礼しました。で、タイムチャレンジの方もね、報酬全部受け取っちゃいます。ほいほい、どこでしょう。はい、どこでしょう。ありがとうございます。で、2ページ目が10回強化や5匹捕まえる、グレートする5回にジムバトルを3回。あ、これあれですね、タイムチャレンジとスペシャルリサーチですよね。ちょっとかぶるというか、まあ、同時に進めちゃった方が基本的には良さそうですね。別個で進めちゃうと強化の砂とか余計にコストかかっちゃうんで、その点皆様はご注意ください。せい、ちょっとね、リサーチとか進めてるけど、一旦ちょっと今割れましたんで、メガカイロスやっていこうと思います。でですね、今回ね、なんかメガカイロスをこうみんなにやってもらうためなのかちょっとわからないんですけれども、これね、先ほどね、言っていたナイアンティック SNS でちょっと言っていたよってやつの情報の一つなんですけども、今回のイベント中ですよね、オレンジ色のバトルパスあるじゃないですか、まあ、レイドパスね、あれがですね、通常だったら1日1枚までが、まあ、使えるんですけれども、今回2枚ですと今回のイベント期間中ですよね、約1週間、はい、1日に無料でできるレイドの回数が2回になるよということらしいんですよ。はい、まあ、ちょっと僕も今の受け取ったのがオレンジのやつがですね、今日の1枚目なので、ちょっとまあ、何とも言えないんですけれども、
って考えると、まあ、今もちろん今日から来たメガカイロスもそうなんですけれども、あとはまあ今来てるね、カプレヒレさんですよね、はい、この辺もまあ厳選しやすいと。でさらにはですね、今回まあそのメガや、伝説レイドだけではなくてですね、通常のレイドのこうボスとして翡翠地方のポケモンというのが現れているんですよね。で翡翠地方のポケモンたち入手機会比較的少ないです。まあ、翡翠ガーディーね、卵が出るとか、まあ、ちょこちょこあったりとか、あと翡翠ウォーグルはねレイドデイがあったりとかっていうのがあるんですけども、割とその限定されていたんですよね、今まで入手機会が。なので今回、こういう形でですね、まあ、手に入るよと、その機会を逃してしまった人が図鑑登録、するのに、まあ、うってつけな、まあ、機会というふうになっているわけですよね。まあ、なのでなんか今回はそういうちょっとした、まあ、その時期やってなかった方への救済措置的な、そういう意味合いがもしかしたらあるのかもなとか、発表されたボーナスですね見て、まあ、ちょっと思いましたかね、はい。まあ何はともあれ、とりあえずメガカイロスこいつもね登録しないとねいけませんので、まずは倒していきましょう。まあ、メガカイロスね、虫飛行タイプってことでね、まあ、カイロスよかったね。ね、今までずっとね、あの地面をずっとね、いたんですけど、メガになってね、羽生えて飛べるようになりまして、ね、虫飛行タイプということで、で、まあ、その飛べるようになってしまったことでですね、岩タイプがすごく痛くなりました。うん、ままならないもんですね。虫だけど俺飛んでみたいと。俺は飛んでみたいんだと。いうふうに思っていたカイロスさんね、飛んでみたら弱点が増えるという、天敵ができちゃうっていうね、はい、なんて言うんでしょうかね、悲しい話ですね、なんかね、はい。おし、エナジー250、これで1回登録できますね。だからメガカイロスの後にさ、カイロス見るとさ、すごい目が澄んでてさ、可愛いんだけど、ちょっと普通のジャイアンと綺麗なジャイアンみたいな感じで、こっちは綺麗なジャイアン、綺麗なカイロスですね、はい、みたいに見えてしまいますね。 OK、 カイロスは個体値100とか俺持ってんのかな。お前も強いね持ってるんだったらそれをメガ進化させようかな。意外と持ってないんだな。あ、ちょっと待って、どうやら一番強いのこいつみたいです。今取ったやつみたいです。おい、過去のカイロスたち、お前ら、まあこれとかはちょっと強かったか今、でもシャドウだからね、リトレインしないと目ができないから、じゃあ君か、まさかのまさかの、はい、取って出しです。はい、一番の新参者がメガカイロスになりました。お疲れ様です。はい、 OK、 メガカイロスちゃん登録だよと。メガやっぱ凶悪だなはい、どうもと。よし、一段の処置と、そしたらちょっとねリサーチ進めるのと、あ、そうだよ、まあ、今メガカイロスやったらついでにその話しましょうか。今回ですね、メガカイロスの、まあ、レイドバトルですよね、まあ、登場するようになって、まあ、切り替わったわけです。1個前がハッサムか、ハッサムからカイロスということでね、メガ切り替わったんですけれども、ニュージーランドの方ですよね、メガカイロスが出ずにハッサムが出続けるという不具合があったとのことでございます。はい、これツイートの内容的に日本国内はどうだったのかな、ちょっとあったのかちょっと怪しいところなんですけども、っていうのがありましたよと。なんかやっぱね最近それ多いね、まあ昔から多いとも言えるんですけど、まあその日本とかアメリカっていうこの2つの国はですね、ポケモン GO のユーザーが多いんですよね。でそれに対してニュージーランドっていうのはやはりそのまあいるんですよ、もちろんプレイヤーさんいるんですけども、そういうなんか2トップみたいな国に比べるとね、ユーザーさんが少ないということで、ニュージーランドだと、ちょっとイベントまだ始まってないよとか、時間通り始まってないよ、内容通りになってないよみたいなことが今まではもう結構数多くあるんですけれども、なんかその炎上につながらないんですよね。まあつながらないって言っても、まあ皆さんっていう声はあるんですけど、こう実際に被害を受けてないトレーナーさんの数が多いから、まあちょっと多分燃えないというか、感情的になってこう言ってる人の数が多分少ないなと思うんですけども、でもまた起きたかと思って、この前もあったんですよね。うん、もうナイアンティックさんはニュージーランドというか、その、まあ、アメリカ基準で考えると十何時間もその辺の国って早くイベントが始まってるわけですよね。まあ、なので、まあ、何なんだろうな、ナイアンティック的には
アメリカとか日本で間に合ってればいいのかな。あとですね、今回のイベントボーナスですよね、がちょっと記載漏れがあったと。はい、ナイアンティックさんがねツイッターこれ言ってまして、それが何かというとですね、さっきのねそのフォトディスクの話回した時の無料のレイドパスが2枚ですよっていうのと、ゴール決断を倒した時にもらえる不思議なパーツがいつもよりも倍もらえますよと、つまり2個もらえるんですね。下っ端3人やれば幹部と戦えるよといった形になってます。だからやっぱねバトルに結構重きを向けて重きを置いてるイベントっぽいですね。捕獲もそうなんですけれども、レイドとあとはロケット団の幹部とのバトルっていうのをいつもよりもやれるよみたいな、そういう感じみたいですね。ただ下っ端の数ですねはどうやら増えてないっぽい、うん、ちょっと回ってましたけどそんなに、いつも通りかなって感じですね。だから数は下っ端の数は普段通りなんですけども、その分ですね、まあレーダー倍落とすんで、まあ、幹部やってみてねっていう、そういった感じのイベントなんでしょう。まあ、なので、まあロケット団リーダーたちですよね、倒すと、12キロ卵もらえますし、あとはですね、それぞれのですねシャドウの厳選っていうのもできるので、まあなので実は今回のイベントって雨集めイベントだと僕思ったんですよね、なんですけれども、どちらかというとちょっと無課金層というか、 あとはそのこうカジュアルに普段そんなに課金しないよみたいな、はい、そういうこうなんていうのライトユーザーって言えばいいのかなに対しての救済イベント的な側面もちょっとあると言えるのではないでしょうか。さ、タイムチャレンジの2ページ目と、はい、スペシャルリサーチの2ページ目も終わらせましたよと。ちょっと捕獲していこうか。でね、今回さ、そのロケット団を倒してよとか、あとロケット団のね、まあ、レーダーかが、まあ、いっぱい、まあ、出るよと、いつもの2倍出るよっていうイベントなんですけども、ちょっとねこれみんなも発生してんのかな、なんか一部だけなのかちょっとわからないので聞きたいんですけども、僕はロケット団の下っ端ですよね、場所がわかんないんですよ今。なんでかっていうとですね、通常だったらくるくるくるってこうするじゃないですか。あれなんかその黒いさポケストップが黒い状態になって、こうここに下っ端いるよっていうのをこう教えてくれる感じでね、表示が変わるんですけれども、あれがまあなされてなくてですね、っていうのもまあ前もねこれあったんですけどおいおいロケット団どこに怨念のやつ、これみんなどうですか、それ以来どうですか今日のこのイベントが終わって皆さん始まって実際どうなってるのかちょっとお聞きしたいなと、思います。はい、3ページ目終わりました。なんかさ強化しろ系のタスクが多いからさ、星の砂すっげえ今日使うんだけどまあ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 、なんか今回タスクでね砂系のやつがどうやらまあまああるっぽいんで、おー3ページ目でございました、出ましたね、はい。まあ、なので後でまた補填、まあ、まあ一応できるかなっていう感じなんで、まあ全然いいんですけどね、はい。ただ星の砂を使うさタスクで、今回はまあ強化15回するっていうのが最後あったんですよ、重ったーと思いましたね何強化するかちょっと悩んじゃいましたけど、あけ切った、はい、ということでもうあっさり取っちゃったよ。はい、今回のね限定コスチュームポニーターゲットのザアゾス、はいはい、よいしょと。今回ね3つのチームカラーのさ限定コスチューム、まあ入手できましたけど、ちょっとこう答えちゃいませんでしたね、100% とか欲しかったけどね取れなかったから、はいはい、ということでまあぼちぼちって感じですかね、 OK、 はい。まあ、なので今回イベント始まりましたけども、先ほどもお話しした通り、まあロケット団ですよねの、まあパーツですよね、レーダーのパーツと、あとは無料のレイドパス、ここがいつもよりももらえるよっていう感じのイベントになりました。なので、まあ、その辺を有効活用していきましょう。あとは、まあ、これは事前に言われていたところ、XL の飴の入手確率、および普通の、飴ですね、捕獲時の飴2倍、がありますので、まあ、とにかくですね、ポケモン、じゃんじゃん使いましょう。これ、チョロネコが上野公園は、そう、巣なのかな。はい、まあ、チョロネコの飴か、現状僕ちょっといいんですけども、まあ、これが美味しい巣がね、家の近くにあるという方はですね、今回のイベント期間中にちょっと時間を取ってですね、そこのポケモンいっぱい取って飴確保もしてみてはいかがでしょうか。はい、
ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私は Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこっちもチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。